以上です。お待たせいたしました。阪神競馬場最終第12競走はインファイブ大賞最終関門5レース目2020ファイナルステークス芝 1400m の競走混合戦7番の湘南マリアナ出走を取り消して13頭ではメンバーご紹介してまいりましょう。1番ガゼボは546キロプラス6です。吉田隼人57キロでの騎乗です。2番はオールザゴー506キロプラス2です。藤岡雄介57キロ。3番のシャイニーロックは512キロプラス4です。段の体勢57。4番カレングロリアーレ456キロプラス2です。岡田義嗣57キロ。5番はステイオンザトップ478キロマイナス2丸山元気57キロ。6番の名勝チタン470キロプラス8藤岡幸太56キロ。8番イーサンパンサー468キロマイナス2古川義弘57キロ。9番レノーは424キロマイナス6石川由紀人55です。10番はシュエットヌーベル468キロプラス6亀田ハート55。11番三重のウィンウィン480キロマイナス6太宰圭介57キロ。12番はメモリーコロネット464キロプラス2三幸秀明55キロ。13番タガノスカイハイ498キロ、増減ありません。鮫島亮太57キロ。14番ピアロスクーロ518キロプラス16斉藤新太57キロです。以上、7番の湘南ガリアナが出走を取り消しまして13頭によって争われます2020ファイナルステークスウィンファイブ大賞最終関門5レース目。発走まではしばらくお待ちください。